童貞を殺すセーターを誰さんが着て、うん、童貞は死ぬのか検証みたいな。そう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 、今僕童貞を殺すセーター自分で着たりしてますね。あれから4年経って、タナエさん、俺こんなになっちゃいました。あ、僕バキバキ童貞ですね。僕バキバキ童貞ですね。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 どうもバキバキ童貞です。150万人記念でずっと来てほしかった人に来てもらいました。おー、ただいです。まひろです。くるくるくる、ただいまひろです。お久しぶりです。ナイス、ただいまひろさん来ていただきました。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。お久しぶりで、やっと本当にやっとただいさんをずっとお呼びしたかったというか、本当ですか。いや、ほ本当ですよ。本当に、ずっとただいさんのことはもう頭にあって、ずっと呼びたいな、お呼びしたい、ご愛したいな、でも恐れ多いなっていう具合で、やっと150万人で、やっと、はい、じゃあ なんで100万人の時にそんなことは言わなかったのか。そんなことは言わなくてそんな、なんかはい、ちょっと拝見してたら、私の大先輩の戸田誠さんが、はい、あ、そうですよね、戸田さんとか100万人の時はその夫人で行こうってなっちゃいましたよね、はい、なんかでもずっとその前からあったもちろん、もちろん呼ばない、呼びたい説明にあってもちろんです。呼びたいというのはもちろんありましてね、もう恩人でございますから。なんかもちろん、もうやっと世間はね、はい、山口さんの良さに気づいたかという。あ、嬉しい。そう、山口さんですからね。嬉しいですよ、山口さん呼びなのも。いやいや、本当にそのバキドーチャンネル、本当に、ただいさんから始まったと言っても過言ではないんです。そうなんですよね、実は。いや、本当に全然ピンとこないです。本当ですよ。本当、ただいさんが多分4年ぐらい前に、ただいさんの YouTube マヒロニア帝国にそのバキバキ童貞登場みたいな感じで呼んでいただいて、まだバキドーチャンネルやってない頃ね。もちろんバキドーチャンネルなんかやろうとも思ってないですし、そのまあ本当に童貞みたいなことでバズってしまったけど、そういうのは忘れて生きていこうみたいなタイミングに引きずり出されて、マヒロニア帝国に引きずり出されて、でもその時に喋ったことというか、まあセクシー女優と童貞としてのみたいな、その現場がすごくなんか受けて、みんな笑ってくれて、面白かった。なんかありがたくて、でなんか動画も投稿されたら100万再生とかいって、で、それでなんか、うちのマネージャーさんとかも、俺ひょっとしたらいけんじゃないのみたいな。ああ、YouTube。みたいなとか、他の人もやりましょうよ、みたいになり始めたっていう。なんか最初のその、元凶といえば。元凶元凶ですか。元凶ではあるんですけど。元凶の凶がどう考えても悪い事情。そうですよね。いやいや、違う。でも本当に、ただいさんと会って面白かったってことで、セクシー界隈にやっぱ、この。なっちゃいましたよね。一周して、セクシー界を、シミケンさんとか、基本的に一周して、毎週お会いするみたいになって、初めてお会いした時、なんてお綺麗なんだっていうか、で、その作品とかも、あれで拝見したし、なんでしょう、話せないみたいな感じだったんですけど、あれからセクシー業界を一周し、なんか、それが日常になり、依然として童貞なんですよ。これが、はいはい、本当ですか？これが、でもそこもなんか変わってきて、なんか、童貞卒業したいみたいな、メインでやってたのに、いつの間にかその、童貞がお金になるから、なんか、やめられないみたいな、すごいとこまで来て、今、あそこにいるスタッフが、その、まあ、バキドーチャンネルのスタッフだとして、はい、その、バキドーの収益、で、例えばそのバイトを辞めたりとか、その、引っ越しもできたり、ちょっといいところに住めたりみたいな。すごい。今、歯の矯正も始めして。すごいですね。歯の矯正、もしこの歯の矯正を始めるタイミングで僕が、童貞辞めますみたいになった時に、その馬肉さん、ね、あのスタッフさんが、歯の矯正を中断しなきゃいけなくなっちゃう。またガタガタ針金が飛び出た状態になるかもしれない。なんで前より変になるのと思うと、みたいなニュアンスのとこまで行ってしまう。すごい、ドラマもね、出て。ドラマも出てしまいまして、いろいろ本当になんか、すごい人生にさせてもらったところはあるんです、ただいさんに関しては。でもね、それも私のスタッフさんとの、はい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 、はい。まあそうですね、そもそもマヒロニア帝国にノートブックの赤松さんっていう、オリーブゴールド、全員ご存知だと思うんですよ。違う、全然知らないですか。知らないです、ノートブックっていうコンビだった。知らなかったです。あれはダサすぎるコンビ名。ノートブックっていう。
そうですね。そう、まひろにゃ帝国のね、ディレクターが。そう、ノートブックの赤松さんって言って、はい、芸人仲間だったんですよ。一緒にマスリーゲーマーショットライブを通ってて、その時の、まあまあ、本当にお互い、お笑い頑張ろうね、みたいな。そうですね、オーディション受けてる時。そうそうそう。の縁でこう呼んでくる。ただいまひろさんって方知ってます。その人が、その、バキバキ童貞の話したら面白いって言ってて、なんか、出てくれませんかみたいな。セクシー女優に会いますよみたいな。悪徳ディレクター。確かに。悪徳ディレクターだったんですよ。で、ひょいひょい私も行きました。ついてったんです。なりまして。で、なんか、その時はまだなんだろう。なんか、こんな。はいはい。こんな感じじゃなかったのに。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。はい、4年前とは変わっちゃいましたか？なんかこうやって準備してる時にさっき多田井さんの方にライト向けなくて大丈夫ですか？ライトも大丈夫です。こっち側大丈夫ですか？多田井さん、うん、大丈夫ですか？ああ、確かにね。ありがとうございます。やってた。ってなっちゃいました。あら、初めはなんかダウンジャケット熱いって言いながらなんか無理して着てたイメージだ。ああ、そうだ、いつもダウンジャケットでね。そうです、そうです。衣装もね、変わって衣装も変わりまして、転がりもそう成功しまして、はい、そうなんですよ。いやー、恥ずかしい。そうなんですよ。僕はだからそのあるタイミングで、そのセクシー業界とのコラボを一旦やめてるんですね。なんでですか？が本当に分かりにくくなったからなんですよ。僕が童貞なのに、なんかもう女優さんとか会いすぎて、なんか慣れちゃってしまって、なんか変な感じになってるみたいな。そっか。で、ドキマキしてる姿を見せられなくなっちゃったから。最初は知ったんですけど、そのセクシー女優さんって、その、例えば、なんかそのガード硬いイメージがあって、僕はもう。なんか例えばその、なんでしょう、撮影終わった後、その後飲みに行ってそのまま、みたいな、そんなことが、絶対ないなっていう。分かってしまって。みんなね、きっちりしてるし。きっちりされてる。事務所の方もついてきたりとか。そうそう、事務所の人も大概怖いですし。なんか、そんな怖さじゃないですけど、でも、それで、なんでしょうね。でも、撮影中はその、例えばちょっと体を密着みたいな、ちょっとエッチなことみたいな。企画としてね。胸を出すみたいな。でも、終わった瞬間、はい、カット終わりですって私が、楽しかったって終わるのが、なんか耐えられなくなって。なんかそうなんですよ。なんか、じゃあもう全部嘘なのかもしれないって思って、ものすごい擦れた時期があって。で、多田井さんだけ多分まだ、その、ちゃんと緊張するというか、多分、そういう意味合いで、そうですね、最初のあれもあるし、なんか恐れ多い。すごいんですよ。何なんだよ、それ。早い。びっくりした、すごい速さです。早いんですよね。その、一緒にライブ、一回だけ、童貞の絶滅列島っていう、ありましたね。漫画のイベントに出られた時も、その、僕、その童貞絶滅列島の作者、片田真宏さんの3人だったんですけど、で、結構講談社の偉い人がいる場所のライブみたいな、お客さんがいるんですけど、そこでやめた方がいいって言ったのなんかずっと連呼してましたよね。俺じゃなくてあなたです。あなたです。田中さんが言ったんですよ。何これ、どっちが本当なの？田中さんが言ったんだよ。最速で言ったんだよ、田中さんが。今のこの速さぐらいで、最速でって言ったんだよ、田中さんが。私、絶対読めましょうねって言いましたよね。え、ちょっと待って。田中さんが先に言いました。はい、言ったんですか、田中さんが。言いました。なんか、そう、あんまね、偉い人たちいるから、やめましょうね。なんなら、何でも言いますよみたいな。まあ大丈夫ですよみたいな。はい、言わないでしましょう。なんか僕らが何言ったぐらいの。あ、注意して。わかりました。で、結構、最初ぐらい2、3言葉ぐらいで、みたいな。どういう文脈で。すごかったんですよ。ってこんなに言っていいんだっていう。なんか、まあ言い慣れてる人もね、みたいな。その本当に。一回みんな気づかなかったって言ったら、なんか慣れてない人は、って言ったらさ、バレバレだから、やっぱいいんだろうけど、いや、でさあ、みたいな感じ。あれなんで、ちょっとさ、気づけば切られてたみたいな。いや、でもやっとのコラボでございます。僕、やっと運回できるというか、田中さんを。ありがとうございます。そう、一回バイブバーにも行ってますけどね。バイブバー。ああ、そうですね。一回。そうですね。実は、最初の方で出てもらってるっていう。そう、バキドチャンネル始まってからも。そうそうそう、出てもらって。で、バイブバーがもうありえないぐらいの、な、バンみたいな。もう、まあ、バンではないけども、もう、ここぐらいまでバンみたいな。レッドカードがだいぶ、そうそうそう。バンがここぐらいまで来たんで、
その、ああ、難しいんだねってなってから、なかなかあれでしたよね。うん、そういえば、ただいさんのことも何も。もちろん、真白にテーブルとかは僕、たまに拝見しますけど、その、いえいえ、その、そういえば何も知らないかもしれない。うん、ずっと緊張していて。あそっか、人となりとか聞けてない聞けてないですよ、ね。で、こっからも本当に、うん、なんでしょう、全然、あれだなと思ったらカットしてもらっていいので、うん、もうなんか自由に喋ってもらうというか。かもおい、なんだそれ、すごいでしょ、この気づきも切られたじゃん。そうなんですよ。これはどうなんですか、 P ですか。これは P です。P 入れないと。入れないと。なんでちゃんと言いてんだよ。届けたいんで、言葉を届けたいんですけど。なんか通常感ありますか、うん、普段なんかご趣味とかは何されてるんですか。すその、ご趣味、ご趣味ですか、うん、ご趣味は、そういうのが聞いていこう。まずね、うん、そういうのが聞いていこう。趣味は、なんか最近あの、麻雀にハマってまして。そうなんですか、はい。麻雀ですね。麻雀僕は全然わかんないんですけど、土岡もうやったことないです。そうですよね。こんな、麻雀の役とか覚えなきゃいけなかったりとか。うんうん、難しそうと思っちゃう。簡単ですよ。もう、中って文字集めるだけで OK。そうなんでしたっけ、そんな一パターンでいいんですか。そうなんでしたっけ、いろいろ難しい組み合わせやってますみんな。そうですよね。うん、なんか知ってます、丸美さんだから。中もあれ、チュンって言うんです。チュン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 。そうか、チュン中国語読みだから。チュン。チュン。なんか、その、人が、灰を捨ててくんですけど、はい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 、あの川っていうところに、それでなんか、はい、あのチューンを捨ててほしいとき、待ってるときに、はいはい、なんか出してほしいなっていうのが嬉しいんですよ。いいな、エロいな。すごいな。それもついついじゃあ、じゃあ出しちゃうよってなって。みんな出すよ、出すよ。チュン出すよ、チュン出すよ。チュン、いいね、チュン出すよ、出すよ。出せ、出すって言って、ロンドン。待ち構えられてる。すごいな。デビュー前のこととかも伺ってですかね、なんか。そうですね。はい。どんな子でした？どんな子？何が好きで。なんか、もともとやっぱそのエロに対しての興味がすごいあったから、うん、私の性の目覚めって少女漫画だったんですよ。エロいですもんね。エロいですよね。それをめちゃくちゃ読んで、はい、なんか学校で読んでたんですけど、エロいシーンがあるとなんか机の下でこうやって、あこっそり、はい、見るみたいな。それ共学ですか、その時は。共学です。じゃいたんだ、男子がいるとこで女の子、そのこっそり読んでる子が。もうめっちゃくちゃエロいじゃん。エロい人みたいな感じでした、その。あ、周りの扱い。いや、ダダイさんはエロいぜ、みたいな。いや、もう、本当に隠したくて。あ、絶対バレたくないから、あの、本の、なんていうんですか、表紙、はい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 、カバーを。カバーを絶対して。はい、もう角度も、なんていうんですか、もう縦。縦で。読めないですよ。自分が読めないぐらいの。はい。が、でもそこの仕事を選んで炸裂していくってことなんですね。そうですね。もう興味が本当にすごかったから。実際にじゃあデビューとかされるまで、ずっと、うん、なんていうか、悶々と抱えてたんですか？はい、悶々と。ああ、そうなんですね。なんか、こういう話って、なんか、はい、脇野さんは慣れてると思うんですけど、はい、土岡さんは大丈夫なんですか？ああ、こういう話を聞く。はい。そうですね。僕もなんかもう平気になってきちゃいました。そうなんですか。変ですよね。いや、俺はそんな平気じゃなかったし。そうですね。何なんだろう。ただいさんだけ平気じゃないんだよな。何なんだろうな。平気じゃないってみんな。確かに、じゃないですけど。一番そうか、とぎまぎしてるのをもう見られてるからね。もうありますし、うん、そうですね。恋じゃないですか。ちゃんと恋。いろんなやつを見てきてるじゃん。そういうやつを。猫に落としてる。あとはガチ恋を見てきてるなと。さて、そういうやつを見てきてるんで。それも含めて、まだ何枚も上手な方なので、やっぱり。そうですね。トーク案、僕ら用意したんですけど、うん、セックスより気持ちいいことって何かありますか？それ、最近知ったんですけど。ちょっと待ってください。なんだよ、それ。めちゃくちゃ驚いたことがあって。はい。うん。何ですか？そう。排便？ちょっと待って、ちょっと待って。排便ってやばいらしいですよ。ちょっと待って。最近気づいたってなんですか？しかも。ちょっと待って、恥ずかしくなってきました。勝手に言ってたんですよ。
排便なんですよ多分、はい、多分あの X で見たんですけど、はい、排便だけじゃなくて排出、まあまあいろいろ出すことってすごい気持ちらしくて、うん、今まで人生で一度もなんか排便とかしたことない人がいて、うん、排便したらもう失神しちゃうぐらい気持ちいいって、うん、見たんですよ、まあ、その過程なんですか、はい、それ、だからもうだからこれ言ってるんだって思いながらトイレで最近ああ、引きすぎてるな。それをその情報を聞いてからちょっと意識するようになった。いやもうめちゃくちゃ意識しますね。これってすっごい気持ちいいことなんだって確かに雑にこなしたかもしれないです。なんかそれは。ほんと丁寧に、はい、丁寧に一個一個この手の構えです。待ってください。確かにな、うん、土岡はその、うん、排便をかなり頻繁にする男でして、ちょっと割と快便な方で、すごいじゃん。そうですね、日に 2,3 回は必ず、3回なら少ない。羨ましいですね。そうですね、女性からしたら。この話を聞くとね、この話を聞くとですよ、女性からというよりは。そうですよね。気持ちいいですから、どうですか。でも確かに僕もふと思ったのが、うん、その、まあ、言ったら赤ちゃんでもみんなするわけじゃないですか。うんうん、で、それって多分、その気持ちいいからみんなするんだろうな、赤ちゃんもと思って。はいはいはい、はい。普通だったらやっぱできないから。確かに。多分、その、まあ、しなきゃいけない必要なことだから、気持ちよくてするように、もう人間って多分、プログラムされてんだろうなとは。あ、本物ですね。そういうのと同じように。うん。確かに嫌だったらしたくないですもんね。そうですね。いや、そうそうそう。大変しないと大変だから、でも。確かに。うん。僕、結構地なんですけど、そうですね。汚いんですけど、結構地で、大変な時って本当に、その排便のタイミングで、その激痛というか、あーみたいな、なるんですけど。何ですか、今の。冷たい。こんなにならないですけど、こんなにまあちょっと痛くてちょっとなるみたいなのがあって、あんまその、なん排便の良さみたいなあんま分かんなかったですね、そんな。え、いやもう、ちょっと、明日からでも、考えてみてほしい。あんなちょっともっと聞きたい話ないですよ。なんか、エロい人のね、うん、そういう話聞けるのかなと思ったんですけど。でもやばいね、ちょっと排便とか言って、これピー入るのかな。排便は入らないです。入らないんだ。大丈夫です。どうしよう、どうしよう、排便するんだって思われちゃう。まあ確かにアイドル的なところがありますから。他で、例えばじゃあ、なんかサウナが気持ちいいとか、そうそうね、なんか多いですよ、ね、日常の中でなんか、こういう自分のリフレッシュの時間作ってるみたいなのは。ありますね、なんか。そうですね。サウナも確かに最近、ハマってて、はい。あ、そうですよね。うんうんうん、サウナとかかなって俺、なんか言われて、あ、やっぱサウナですかみたいな。うん。っていう感じよ。そのつもりで言った。なんかそのつもりで言いました。やっぱその、やっぱさすが、ただいさんというか、その、当たり障りないことを言って終わらす人じゃないです。本当に。いや、多分僕本当に、なんでしょう、最初にバズったのも、多分ただいさんじゃなかったらバズってなかったなって、マジで思って。嬉しい。俺はもう本当に本当に。ただいさんが、もうめちゃくちゃやっぱ、その面白い人。いやいやいや、でも、本当にずっと、バケドウさんのお話聞いてただけ。いやいや、なことないです。変でしたよ、ずっと。変な感じで。変そうそうそう。なんか本当にノリノリだし、変だし、みたいな。なんかでもなんか変だからちょっと僕もグイグイいけるみたいな。ああ、普通の女子の弾く感じではないというか、ええ、みたいなのなかったんで。多分ただいさんのあの、あったんですよね。恩人なんですよ、改めて。いやいや、もう何度も。何度もなんですけど。あれからもう4年なんですが、あの時、はい。ただいさんに、童貞を殺すセーターを、うん。ただいさんが来て、うん、童貞は死ぬのか、検証みたいな。そうそうそう。人殺し検証。はい、人殺し。人殺し。人殺しってやった。今すぐ。人殺し。まあ、あってで、別に僕は、食らわないです、みたいな。で、こんなのは、返品返品、みたいな。見て、この間もなんだ、その画像がバズってたというか。そうなんですか？返品画像。返品画像。なんか割とまだ回ってるというか、あれが結構最初の方の動画だと思うんですけど、あれから4年ですね、経ちまして、今僕、童貞を殺せた自分で来たりしてますね。あれから変わってしまって。いやー、見たいって言われてもそんな。そんな、あるそんな。見たいって言われてもね。見たいとかはないですけど。怖い生着替え。生着替え
いしてる。合ってますか？ちょっと待ってください。ちょっと本当に。ちょっと一回いいか。ちょっと。なんていう名前の。ちょっと普通に普通に。なんていう名前のトロスターですか？すっと切れた方が面白いんだ。絶対すっと切れた方が面白いんだ。首が入るんです。なんか普通に入れなくなってます。え、入るんですか？恥ずかしい。大きくなっちゃった。うん、太った。大きくなっちゃった。別に変な意味じゃない。恥ずかしくない。今こうですよ、僕今。あれから4年経って、田内さん、俺こんなになっちゃいました。大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫。大丈夫ですか？大丈夫。写真後で撮ってください。全然ですけど。田内さんが来てね、誘惑してたのが、そうです、自分がね、自分で来て自殺しようとするっていう。もう自殺まで追い込まれちゃったんですか？追い込まれちゃいました。知らないからね、別に。4年っては長い年月ですから、こうなってしまうよっていう、結構遠いところに来てしまったなって感じもするんです、自分は。なんか、もともとはもう純粋な、その青年というか。確かに。そう、トライさんと、はい、とか会えて本当に嬉しかったし、うん、なんかそれを思い出に帰ってさ、うん、家でしこるだけのその純朴な青年。え、しこったんですか？しこっただろう。そらみんなしこってますよ。あった日に。すみません。しこるだろう。嬉しい。すごい目を見て嬉しいって言われたよ。お前もしこるだろ。なんだお前。でも絶対僕そうですね、今日絶対ファンザで田内さんのやつ調べるなと思って。あれよ、じゃあレビューにエチョナお願いします。エチョナで書く。エチョナまで、エチョナまで来ていただいてありがてー。え、なんかエチョナって、はい、今も使う。僕使ってます。エチョナ。びっくりしました。そうです。エチョナ、エチョナ。うん、セクシーな女性。かなり最初にそうだ。田内さんの時に言ってたな。うん。そうだ。エチョナ作ってましたよ。あの時にすでに、うわ、そうだわ。ああ、そうか。最初に言った、そうだわ。はい、うれしい。ああ、めっちゃ忘れてました。忘れてる間の。そうだ、田内さんのことを言ったんだ。ああ。初代エチョナなんだ、本当に。初代エチョナ。何か見てるときに、はい、エチョナってボケドさんが言ってて、うん、なんか私はこの意味が分かるぞ、なんでだって。前世の記憶が。読めるぞ。先読みして。すごい。ずっともう見ていたんだってことですけど、ライブの時もそうだ。一緒に、新しい先輩面白いなーってずーっと見て、うん、まあ、ファンの気持ちになるというか、うん、やはりかいかんと思ってやるみたいな。でもその日は新井さんが一番輝いてたんで、ライブの日は。ですか。最近買った購入品。あ、はい、はいはいはい。ドライ。いや、じゃじゃ。ね、動画上げましたけど。ドライマンゴーね。マンゴー。お願いしますよ。お願いします。そうね、ウェットな方がいいですね。ドライじゃない方が。ウェットですか。確かに。確かにいいですね。1個ちょっと失礼かもしれないですけど、うん、質問したいんですけど、はい、なんかね、田内さんってなんかその仕事しててこう怒られちゃったこととかってなんかないですか？怒られちゃったこと、はい、うん、怒られてはないんですけど、はいはい、AV の撮影で撮影場所を男優さんが提供することがあるんですよ、たまに。なんか自分の家を撮影で使っていいですよって提供してくれることがあって、それで知ってる男優さんのお家だったんですけど、提供してもらったので、その日のプレイを頑張ったんですけど、もうベッドをびっちょびちょにしまして、男優さんがそれを想定してなかったみたいで、あの、シーツ何枚も敷いてなくて、本当に普通のシーツで、その、なんですか、ベッドの、マットレスとかの、マットレスの上に普通のシーツ敷いてたから、もうマットレスまでもうびっちょびちょになっちゃって、自分のベッドが私の塩まみれになってしまったっていう。そいつ怒ったんですか？怒ってないけど、まぁ、あ、ちょっと困るような大事なみたいな。裏で。待ってないだろ。喜んでる。待ってないだろ。全然、それを想定するの。家まで来てくれるのかよ。提供するよ。なんでそんなの。そんなこと知らなかっ
った。なんか多分私が来るとか潮吹きがすごい子ですって分かってたら事前にシーツ何枚も敷いたりとか準備してたんだろうけど、ね、何も聞いてなかったみたいで、後からえ、僕ベッドすごいことになってるんですけどみたいな連絡が来てたっていう。それな、何それ。それ悔しいっすよ。悔しい。いいじゃないですか、そんなの。そんなことができんのかよ。舐めただろう、そいつ。ベッドのアドレス。舐めただろうよ。確かに、スポンジみたいに吸ってた。ただろう。そうなんです。そんなことが。うん。ありました。大さんは舐めしたわけですね。そんな髪の塩だと。髪の塩だと。塩だと。違うんですかね。ベッド1個ダメにするぐらい。ベッドおしゃれするぐらい。はい、あれです。うわ、すごい話を。ちょっと気まずくなります。申し訳ない気持ちになります、ね。まあ、そうです。本当にご自宅ならそうですよね。うん、僕、それこそ SOD に前回、本社に伺った時に、うん、SOD に僕らの、大学時代の先輩がいて、うん、勤めてるんですよ。社員として。経理をやってる人なんですけど、経理とかいろいろ。ホーム部とか。いろいろ、まあ、事務の方なんですけど、うん、まあ、その、やっぱ本社で撮影するのは全然あるから、撮ってるの見たら、うん、自分のデスクの上で、うん、セクシー女優さんが自分の電卓をベロベロ舐めて。土日の間に。あの電卓これみたいな。あ、そういうのあるんだ。すごいですね。さすが SOD だって感じ。そうっすよね。すごかったなぁ。お家貸してくれますか？ちょっと何されるんだよ。うん、グンビーの布団で。何されるんだ。いや、それはありがたいですよ。布団を、うん、こう、バーっとこう、布団を、っていうか、じゃあ監督になるか、男優になれるかだったら、どっちがいいですか？うわー！お二人は、どっちか、一日だけ体験できますって言われたら。それは男優かな、うん、どうだ？ああ、でもそうだよね。それは男優さんもちょっとなんか大変そうな、うん、待ってみたいな。ああ、止められたりね。そう。まだ行かないで。カメラ、そう、まだ行かないでよ、みたいな。でも、ハメ撮り監督っていうのはありますよ。ハメ撮り監督自分でやりながらっていう。そう。それがいいですそれがいいですよ。なんか全部ね、自分のタイミングでいいし。うん、そうっすよ。なんかデートみたいなね、散々、うん、した後、うん、そういうのもありましたよね。そう。温泉旅行とか行ってみたいな、それがいいです。それにしますか、じゃあ。それにしますか、ね、させてもらえるんですか、それ。始まるんだ。藤岡さんは。はい。ああ、でも、いや、僕もね、それ男優の方が絶対いいと思っちゃいますけど、確かに、でもね、たまに、見ると、なんか裏側みたいな、撮影の裏側こうなってますみたいな写真見ると、ほとんどその、何、男優さんがカメラマンと目合ってて、もう女優さんの姿全然見えてないみたいな、時ね。確かに。あるから。で、なると確かに、そうか、男優さんも別にそんなにいい思いしてるわけじゃないのかって、ちょっと思っちゃいますね。ものによりますね。そうですね。作品により。うん、本当にそういう行為を取るときは、一回男優を好きになっちゃうみたいな。うん。っておっしゃる方が多い。うんうんうん、まあ、それでこそやっぱそれいい作品になるんだっていうことらしいんですけど、うんうんうん、なんかそれでいいから味わいたいっていうのがありますね。その、一回好きになる、なられるというか、うん。あ、もう仕事のためでいいから。仕事のためでいい。うん。いつ、やりましょう。そんなそんな気持ち乗り気なんです。でも、スタッフさんの歯が。そうよ。歯並びが高くなっちゃうよ。もう何も噛まないもんで、これ。もうゼリーだけで。ゼリーだけでやってくれないか。今後。ゼリーにしてくれ。ゼリーとスープ。辛いな。時間停止も やんないですもんね。あります、あります。一回だけあります。時間停止あります一回やりました。シチュエーションはどういう学校で、主人公の人が、やり放題プランっていう、なんかパケ放題を変えた、やり放題プランみたいなのに入って、それをなんかすると、まあ時間が止めて、やり放題ができる。今時間停止したのかと思った。確かに時間停止したけど気になるけど。どういうことですか？時間停止したらどっちが止まるんですか？でもこれは多大さん。どっちもどっちもかじゃん。ああ、男が止まって。で、何をされるでも動かないみたいな。うん。なのかな。やりたい。やりたい。やりたい。うん。やりましょう。おやりましょう、やりましょう。うん。じゃ、軍品はもう時間停止する。今時間停止します、じゃあ。うん。動いちゃダメ。はい。始まりました。あ。
あ、止まってる、グンピーだけ。グンピーさん、うん、はい、うん、あ、止まってるな。止まってますね、うん、やり放題。そうですね、何しても分かんないですよ。自分で自分すごい。ああすごい、拍手して動かない。うん、完全に止まってます。動かないですね。あ、まだまだ止まってるか。まあ、あれ動いちゃった。すごすぎる、すごすぎるんだよな。今ドキッとした今。あ、もう一回止まれない。もうダメ、一回だけ、一回だけもうダメ。すごい楽しいですね。楽しいですね。あ、そっち側も、うん、楽しいですね。なんかどうにかして動かしてやろうっていう。なんかありますよね。それでも面白いね、ひょっとして、うん、ちょっとこれはこれでまた覚えていきましょう、ね。いや、本当にいろいろありました。またこちらこそありがとうございました。本当に恩人でございますから、ぜひまたたまには遊んでください。よーす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 って。お願いします。ごめんなさい。本当に、もう、あなた、ただいさんのチャンネル、この昼寝テーマから出させてもらってますので、ぜひ、楽しみでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に、ただいまひろさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで踊るチンケな道家、フリーターの時街頭インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキ童貞。